皆様どうぞ。長崎市の硫黄島に総工費およそ8億円をかけて設立された日本財団洋上風力人材育成センター。国は2040年までに一般家庭の2700万世帯分の電力を洋上風力発電で賄う目標を掲げていますが、そのメンテナンスを担う技能者不足などが課題となっています。洋上の厳しい環境での作業となるというところもございまして、高い技術が求められています。早期の人材確保育成が今求められている状況でございます。施設では海に落下したときに自分や仲間の身を守るための訓練や、高所や狭い空間での怪我人の救出などの訓練が行われ、国際資格も取得できます。6メートルの高さからロープを使って降りる訓練を体験しました。訓練には男女問わず参加できます。かなりの体力と勇気が必要ですね。長崎のこの場所が拠点となって海洋風力発電の人材育成をリードしていく、そういう存在になってくれるといいなと。再来年度には世界初となる洋上タワーを使った施設が完成予定で、年間1000人の人材育成を目指すということです。